ください。イエス様の名前によってお願いします。アメン。お立ちできる方はお立ちください。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は数で求める悟りのあるものがいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てて、彼らはパンを食らうように私の旅を食らい、神を呼び求めようとはしない。見よ、彼らが恐れのないところでいかに恐れたかを、どんな愛
We are.
ことなくあなたは感謝と賛美の声を私にあげていきなさい。私は臨在し、さらにあなたとの霊を強めていこうと幸せられます。この教会を土台としたこの神のご計画というのは、この開拓当初よりも年を重ねるごとに大きくなっているとしか言えます。それとともに戦いも激しくなる中で、あなた方は感謝と賛美を主に捧げ続けていきなさいとしか言えます。さらに私の働きのこの道筋が大きく開かれたと幸せます。私の霊の働きは非常に大きなものとなろうと幸せます。それゆえ使命たちを従っていきなさい。私が技をなし、栄光を表し、また働きを進めよう。この教会においても、各部門においても、各個人においても、この不可能と思われる扉がこれから次々と開かれてくるとしか言えます。このことを覚え、神の言葉に固く立ち、この向かい風の中、信仰に立って祈り続けていきなさいとしか言えます。約束は成就すると知らされます。また私の言葉は成就すると知らされます。言葉にしっかりと立ち、信仰の歩みをなしていきなさい。あなたはその中で私の言葉の確かなこと、また私が生けるものであり、また私が全能であるものであることを見るであろうと知らされます。今日の歩みとともに、この教会成長が導かれてきたとしか言えます。またこの21世紀の歩みにおいては、 IT を用いての世界宣教が導かれる中で、急速に教会は拡大していくとしか言えます。マラナタ。天の門が開かれて、我らの主が再び来られる。その日を我ら待ち望みつつ、我らは主よ来てください。まだなか、ください。
聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じて洗礼を受けられた方、また望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットでこの礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々はぜひこの式に加わってください。またインターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して加わっていただきたいと思います。お祈りします。天の様、このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。また一人一人のうちにあなたの聖餐と、また聖餐のこの身体と御血の恵みを豊かに表してください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを悔い改めておいてください。今夜の祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
イエスはパンを取り、祝福しのしころを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。献金の時を持ちます。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレル、ハレルヤ。Seek ye first
診断をが And he's right as And all this shall be added unto you Hallelujah, hallelujah And all this shall be added unto youハレル、ハレルヤ。はい、宮下牧師お祈りください。愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを感謝いたします。今私たちの御前に献金をお捧げいたしました。どうぞ主よ、この献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いいたします。また今日捧げになったお一人一人の上に主の豊かな霊的な祝福、また実際的な祝福がありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。